はい、こんにちは、ジャラスポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、グリース入れたとこですね。今日様子見て閉じてね、それからちょっとあの革紐とかもレースとかもね、カピカピかななんておっしゃってたんで、その辺のメンテナンスもねできたらやろうかなというふうに思ってます。この辺のちょっとあのタンの色が薄いんじゃないかななんてね、はい、とこですけどね。それではどうぞ。はい、じゃあ確認しますね。ビシッとな、はい、でよいしょ、まあ、フィンガーシフトでご使用ということでしたけどね。うん、良さそうですね。じゃあ一旦閉じて、で、メンテナンスとかね、ちょっと片付けみたいなところに入っていきたいと思いますが、閉じますけど、これ、タンですね。USL オハイドだと思うんだけど、これが、ちょっとあれだから、手でしょうか。ね。レクソール使います。今回ね。レクソールちょびっとでいいんだよな、これな。出しすぎるとな。ちょっと出すぎちゃったか。ちょっとだけ使う。ちょっとだけね。これぐらいでいいと思う。で、チャラララララ。見えますか？これ。違うね。取りました。じゃあ今度はヒールいきます。
全部通りましたね。はい、じゃあそしたら全体にね、乾燥を抑える柔軟性を出すために、さっきのね、あの続きやっていきましょうか。はい、どうでしたか。今日はここまでですね。ちょっと乾燥を抑える手続きまでやりましたけれども、あと AT さんのリクエストでいい感じにっていうことなんで、もう少し叩いていきたいと思いますね。今日レクソール使いましたんで、また 2,3 日様子見て、このレクソール相性いいと思うんだけどな、このタンレースと、レースの様子見てね、またやっていきますよ。それでは皆さん、さようなら。